滝波川支流杉山川恐竜化石島、発掘現場恐竜渓谷福井勝山ジオパークは、福井県勝山市内全域をエリアとする、ジオパークである。一部は、白山ユネスコイコパークのエリアと重複しており、白山国立公園をび奥屋湖高原県立自然公園を含む。同ジオパークでは、滝波川の支流である杉山川沿いに、白秋前期の地層、 セットリ総群が各所に露出しており、1989年から福井県立恐竜博物館による恐竜化石発掘調査が継続して行われている。これまでに茶谷町杉山にある路頭からは価値ある多くの新種の恐竜化石などが発見されている。同時オパークは恐竜はどこにいたのか。大地が動き、大陸から勝山へをメインテーマに掲げ、恐竜。 恐竜化石、法温寺山及び京ヶ岳の火山と火山活動、クズ川などの河川による、クズ川などの河川の働きとその地形の3つの小テーマが設定されている。2009年10月に日本ジオパークネットワークへの正会員としての加盟が許された。また、恐竜化石発掘地の路頭は、日本の地質百選選定委員会が選ぶ日本の地質百選に、 福井恐竜渓谷として選定されている。ありがとうございます。